DJ サイレント MC プレイプレイヤー地下のゲイ桜坂ガングスターシップ。アジアの島国へ大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しでまつわるそれぞれの道の愛優しさ買うしかないなら力つけるそれしかないから。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は黒川さん、翼の塔の黒川さんのお話をちょっといろいろ聞きたいなと思って、はいはい、と先日黒川さんから電話をいただいて、なんか今回受かりそうだってことで、で一応一議席なんか取れそうなんで、あの凱旋の手伝いに来てくれってことで、日にちが決まったら連絡くれるっていうふうに言ってましたけど、黒川さんは N 国からですよね。多分そうだと思います、はい、黒川さん自体がなんか受かりそうみたいですよ、はい、黒川さんどこから知ってるの。ああ分かんないです。あれどっからとかじゃなくて、何参議院選だか衆議院選だかなんかそっちじゃないですかね。衆議院選ですよね多分。そっちのやつであちこち回ってるような感じでしたね。やっとそれでも一議席、はい、で6月入ってからっつってたんで、はい、多分もう近々でなんかあちこち凱旋してると、うんうんお K さんのチャンネルで見ましたってなんか声かけてくれるらしいですね、はいうん、国のことでも、まあ、今回のまあコロナ騒動のことでも、うんまあ、いろんな金融のことでも黒川さん本当のことをいろいろ教えてくれるじゃないですか、うん、でうちでもちょっと動画出させていただいたんですけども、まあ、参政党っていうところがあって、はい、もうそこもすごい真実を皆さんにこうお伝えしてて、はい、このままじゃ日本はちょっと危ないから、うん、みんなこれを聞いて良くしていきましょうっていうのでやってるんですけど、うん、今朝見られました、ね、あのこの間先生から言われて、はい、なんかセカンドチャンネルで上げておく、はい、あるから1個見といてくれっつって見たんですけど、自分がしょっちゅう言ってるその、ね、ここから先未来の子どもたちのことをなんかいろいろ考えてくれてるなっていうのはすごく感じましたね。うちにやっぱ来てる人たちって子どもの育成だったりとか子どもの保護だったりとかしてる人がやっぱ多いん で結構連絡来て、そこになんかホームページかなんかがあるみたいで、そこからみんなそこに登録したって言ってましたね。ああそうなんですか。自分のところに連絡来ただけで結構な人数いましたね。今あの党員も募集してるんですよね。1000円の会員と4000円の会員。あ見ました見ました。で自分もどっか登録しようかなと思ってました。私もちょっと登録しようかなと思って、はい、なんかそのでも登録するのに、まあ、日本国籍を、まあ、持ってないといけなくて日本国籍ですよ。いやそうですけど、はいはい、なんかパスポートその身分証明でパスポートか本籍地が載った住民票が必要らしくて、はい、それがないと登録できないと思って、それを取りに行ったら私も登録しようと思って。パスポートがあればいいんですか。はい、パスポートに本籍載ってるじゃないですか。本籍地え載ってないですよ。載ってないですか、はい、あれは日本国籍なんですか。パスポートにナショナリティつって、うん、国籍って書いてあって、うん、ジャパンって書いてある、それがあればいいんですかね。とにかく日本国籍じゃないとちょっと遠いになれない、はい、うん、じゃあうちの女房ダメですね。うちはの女房国籍はルーマニアなんで、うん、あそうなんですか。とにかく参政党、はい、筆頭が神谷さん元自衛官なんですけど。ああそうなんですね、はい、元自衛官だと今井正幸さん思い出しますね、うん、この方 もう本当によく日本の歴史をすごい CGS っていう YouTube のチャンネルをやられていて、はい、日本の歴史をずっとやられてるんですよ、うん、真実教科書では教えてもらえないし、はい、本当の歴史っていうのをですね、うん、ずっとやられててものすごいやっぱり詳しくて、うん、で日本の今のあり方は間違ってるっていうのを皆さんにこうずっと伝えてる方なんですけれどもね、うん、じゃあその参政党って新しい党ができたってことですね、うん、はい、まだできたばっかりです。4月11日か立ち上げたばっかりで、もともとその自衛官だったんですけども、市議会議員とかもやられてるんですよ。あそうなんです、はい、大阪の人なんですか。はい、大阪、うん、らへんですね。なんか関西大学出身で、今はどこに住んでるんですか。今どこに住んでる。やっぱ大阪の人かな。でもこの辺にいるんです。あ、横浜にいるんですか。横浜じゃないです、関東ら辺にで活動してます。この方はもともと橋本さんの下にもでもいたらしいんですよ。維新の会のですか、はいはい、あ、そうなんですか。維新の会っていうのは
この方が神谷さんがつけたらしいですよ、はい、あ名前を、はい、名前を、うん、でもそのまあ橋本さんも1年ぐらいやって、まあ、橋本徹さんはまあテレビで言ってることと、まあ、実際そのやってることっていうか、まあ、構想がやっぱり全然違うっていうことで、うん、この人はダメだなっていうので離れたらしいですよ、でそれから自民党に行って、自民党でちょっと安倍さん、元安倍総理のもとでいろいろやってたんだけど、結局負けたんだよね、選挙、うん、で、まあ、政治しばらく離れて、でまた今また政治に戻ってきたっていう方ですね、うん、見た目若そうですもんね、はい、若いですね、はい、44歳です、うん、でもすごい高青年、もうそんくらいの人がやってくれた方がいいですよね、はい、本当にものすごい覚悟を持ってやられてるんで、はい、うん、いいなと思いました。次がな、石崎町でやるんですか。桜木町です。何ですか。計算と、まあ、その参政党の演説のところのこう動画撮れたらいいななんて思っちゃう。あ、はい、明日相談者が午前中いるんですけど、それが早く終われば行けるかもしれないですね。もしあれだったら、はい、どっちにしろちょっとあの港未来まで来なくちゃいけないんで。あ、そうなんですか。はい、あとこの石崎町の駅前ですか。はい、桜木町、あ、桜木町ですか、はいはい、桜木町の駅 の、 あの広い広場みたいなのあるじゃないですか、駅前、 あそこで凱旋やる。桜木町の駅前行ったことないですね。すぐ分かりますよ。あ、そうですか、うん、すぐ分かります。あとこの一緒にやられてる吉野俊明さん、はい、病院の先生なんですけれども、またこの先生もすごいあの健康というか、まあ、そういったのにすごく詳しくて、今回の、まあ、コロナのお話とかもいろいろされてるんですけど、まあ、YouTube でこの先生も YouTube チャンネルやられてるんですよ、で、まあ、ちょっとコロナの話してもバンいっぱいされちゃって、だけど凱旋では本当のことを言ってるんで、ぜひ皆さんこう凱旋行ける方は本当のことをバンバン言ってるんで、YouTube ではやっぱ言えないですからね、言ったら迷惑かけるかもしれない、自分マスクしないじゃないですか。あ、皆さんこの方たちもマスクしてないですね。あ、そうなんですね、うん、マスクもダメだと思います。あ、自分も全然もう普通にマスクしないで歩いてるんで、うん、でも嫌な顔して見られますよね、マスクしてないと。なんかスーパーとか行くと人だけマスクしてないと、ひどい人になると飛び上がる人いますよね。だって今だけなんかゴム手みたいのつけて、あ、いますね、買い物してる人いますもんね、うん、なんかあれケイさん見ました、サル痘。サル痘、あの天然痘、あのサルバージョンみたいな感じで、はいはいはい、あの帯状疱疹が出るやつが、はいはい、ちょっと海外でヨーロッパ、はいはい、出て、普通はアフリカでいるんだけど渡航歴のない人たちが、まあ、そのサル痘にかかっているのがなんか数十名いるっていうので、うんうん、もともとあれですもんね、エイズも猿から来てるって言われてましたもんね、うん、コロナの次はそれかよみたいな、うん、もっといろんなの出てくるんじゃないですか。そうですね、うん、あと武田先生知ってますか、武田邦彦先生って。いや、わかんないです。あの虎ノ門ニュースにずっと出られてた方なんですけども、はい、この方も参政党で、ああ、そうなんですか、はい、出られる方で、あとは松田さんって言って元財務省の方も、うん、いろいろまあ経済のことか語ってて、ちょっと松田プランとか言って、まあ、いろんなまた面白い話も、うん、あと赤尾さん、女性の方なんですけども、うん、赤尾アルミ、赤尾ビンさんの孫娘になる、うん、孫なんですね、孫の愛国と、あとこの方ですね、この方たちが主力になって今回の政府を戦おうみたいな感じでやってますね、うん、自分の周り結構登録してるんで、うん、結構党員になってる人いると思いますけど、なんか党員になると一日まあ朝メールみたいなのが来て、まあ、ニュースレターみたいなのが来て、はいはい、まあ、いろんな情報だったりとかを教えてくれるっていうので、うん、すごくいいなと思いましたね、うんうん、あとなんかライブ会議みたいなのもあるし、うん、まあ、いろんなとにかく情報が入ってくるので、うん、皆さんもぜひよかったら参政党のホームページに行っていただけると登録できますので、はい、ぜひですね、うん、はい、聞いてみてください、はい、もし行けたら1時からどんくらいやってるんですかね、30分ぐらいやってるんですかね。1時間半ですね。ああ、はい、わかりました。でこの吉野先生がこういった本当のことを言うのは翼の塔の黒川さんぐらいだって言ってたんですよ、だからすごい知ってるんだ黒川さんのことはと思ってすごい嬉しかったです、うん、その人と黒川さんと一緒になんかコラボかなんかできれば一番いいですよね。そうですよね、本当ですよね。
はい、またバンクラッチャー。そうですね、本当ですね、バンクラッチャーですね本当のこと言いすぎて、本当バンクラッチャーですからね、ということで、皆さんもぜひですね、はい、賛成とちょっと覗いてみてください。そうですね、ですね、はい、では本日はありがとうございました。変な気分浸透メイキャップ欲望捨てたら揃った好奇心そう過ぎた昨日より大事な今日罪と罪は消えないが卒業だサグライブ、俺は俺の今を咲かせて散るだけだ。